はようございます。もこさん、おはようございます。あやこさん、まゆちゃん、たいさん、おはようございます。ハレリア。今日は暑いですね。ルルさん、ともさん、ひこさん。昨日も暑かったですけど、今日も暑くなりそうですね。台風の後のフェーン現象ですね。はい、アンリビさん、おはようございます。今日はいい天気です。納豆さん、おはようございます。いい天気です。まさにハレルヤですね。ハレルヤ。私たちの心は、晴れる必要があります。私たちの心は罪によって汚れ、さまざまな悪によって汚れますけれど、イエス様によって晴れなければなりません。清められなければなりません。イエス様が私たちの心を清めてくれます。ウニさん、ハレリア。マユちゃん、私の心は不愉快で嵐の中。そうですか。この放送できっと、嵐が静まると思いますね。嵐が静まります。ゆうさん、おはようございます。蚊がたくさんいるのでちょっと、やりにくいですが、まあ、明日ぐらいからちょっと涼しくなるかもしれませんね。明日ぐらいから涼しくなれば、ちょっと蚊も減るかもしれません。ウニさん、悪魔と悪霊は何が違うのですか？悪魔は一人ですね。悪魔はサタン、天使長だったものがですね、悪魔になりました。しかし悪霊はですね、その手下です。悪霊もですね、元天使ですが、悪霊はうじゃうじゃいますね。悪霊はうじゃうじゃいます。悪魔は一人と考えてください。そしてまさにこの世の中は悪霊だらけ、悪霊だらけです。マドンナさん、おはようございます。この世の中は悪霊だらけです。悪霊天国って私言いますが、まあ、天国っていう言葉使っていいかどうか分かりませんが、悪霊がうじょうじょいるという意味で日本は悪霊天国と考えます。なぜならば偶像礼拝、偶像崇拝が多いから。多くの人は悪霊によってやられています。のび太さん、おはようございます。リボンさん、ゆうさん、おはようございます。ですから、私たちは、精霊によって、精霊様によって悪霊を追い出す必要があります。精霊様によって悪霊を追い出す必要があります。私たちがなぜ御言葉を聞くんですか？アヤポンさん、おはようございます。御言葉はですね、イエス様おっしゃいました。私の言葉は霊であり命である。私の言葉は霊である、霊であり命だとおっしゃいました。まゆみさん、久しぶりです。おはようございます。つまり皆さんが、イエス様のことを聞くと、イエス様のことを聞くと、悪霊が追い出され清くなるということです。ですからイエス様がおっしゃいました、ヨハネ 14-2 でですね、あなた方は私の言葉によってもう清いのです、私の言葉によってもう清いのですとおっしゃいました。つまりイエス様の言葉によって清くなる、イエス様の言葉によって清くなるということですね。ですからまゆちゃん、イエス様の言葉を聞くだけで清くなるのです。しかし、聞いただけではダメですね。聞いただけではダメです。今日の御言葉にあるように、神の、言葉を守る者は幸いです。イエス様おっしゃいました。イエス様、ルカの6章だったかな、ルカの6章あたりに、神の言葉を守る者は
神の言葉を聞いて守る者は幸いです。神の言葉を聞いて守る者は幸いですとイエス様がおっしゃいました。ですから私たちは、イエス様の言葉を聞いて、イエス様の言葉を聞いて守ります。ウニさん、聖霊様と天使は別ですか？別です。天使はたくさんいます。聖霊様はただ一人ですね。聖霊様はただ一人です。聖霊様と天使は違います。聖霊様は神の霊ですね。神の霊です。ごまちゃん、おはようございます。じゅんじゅんさん、おはようございます。キリスト教は哲学みたいですね。哲学というのは、哲学というのは人間が神を求める、人間が真理を求める、これが哲学です。しかしキリスト教は違います。キリスト教は神の言葉です。キリスト教は神の言葉、人間の言葉ではない。人間が考えたことではない、人間が求めている真理を求めていることではなくて、キリスト教っていうのは神の言葉なんだということですね。太郎さん、キューちゃん牧師の声を毎朝聞けて幸いです。アメン。マドンナさん、一人一人に守護天使がついてるっていうのは本当ですか？クリスチャンにはついてるでしょう、ね、クリスチャンにはついてますけど、ノンクリスチャンにはついてないんではないかなと思います。クリスチャンには 5,6 人の天使がいると言われています。タイさん、命を与えるのは御霊です。肉は、何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。アメン、アメン。命を与えるのは御霊、御霊っていうのは聖霊様のことですね。聖霊様が命を与える、肉は何の益もない、何の益もないものを皆さんは求めています。多くの人は何の益もない肉を求めています。しかし皆さん、私たちは、命を与える御霊を求めています。私たちは御言葉を聞きたい、御言葉を聞きたいというのはですね、聖霊様を求めていることになるのですし、また命を求めていることになるんです。本当の命ですね。太郎さん、生まれ変わってもこの放送を聞きたいと思います。わお。天国に行ったらですね、もうイエス様から直接聞けます。イエス様から直接聞けますよ。天使は神の子供とは違うんですか？私たちはイエス様を信じて神の子供になります。神の子供になれますね。そしてイエス様は言いました。天使のようだと言いました。私たちが天国に行ったら天使のようになる。でも天使になるのではありません。天使のようになるのです。そして神の子供は天使以上なんですね。天使以上。はい、今日は17もやってます。今日はですね、ニコ玉が休みなの、メンテなんですね。ニコ玉がメンテなので今日は17をやっています。神の子供は天使以上です。天使以上です。神の子供です。天使はしもべです。天使はしもべです。しかし神の子供は神の子供です。日本は神の国って本当ですか？私たちはイエス様を伝道して日本を神の国にしなければなりません。日本は今悪魔の国です、ね、悪魔が支配しています。その悪魔の国である日本を神の国にしなければなりません。はい、ハイデさん、ハイドさん、僕は罪深い人間なんで天国に行けないです。確かにそのままではいけません。そのままではいけませんが、その罪をイエス様によって、清めてもらいましょう。イエス様を信じれば罪が許されて天国に行けます。メンテも神様の与える支援なのでしょうか？いや、メンテはメンテです。試練ではないと思います。タイさん、しかしイエスは言われた。あ、ルカの10章でした。ごめんなさい、6章じゃなかった。
ルカの11章28節。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。ウニさん不眠症なのですが、キューちゃんの配信録画を聞いていると気持ちよく眠れます。不謹慎でしょうか。いえ、油注ぎによって、癒されて、油注ぎによって、平安が来て眠たくなって寝るのです。ですから大丈夫ですよ。キツネさん、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。いい言葉ですね。いい教えです。宮桃さん、おはようございます。肉を求めても何の益もない、肉を求めても何の益もない、御霊を求めなさいということですね。聖霊様を求めなさい。ソルジャーさん、おはようございます。ハイドさん、イエス様を信じるって何から始めればいいのですか。そうですね、その罪を許してほしい、イエス様に許してほしいと思うことが大事です。そしてそのために、悪いことをやめよう。もうこれからは悪いことを一切やめて、これからはイエス様の教えを実行しよう、イエス様の言葉を実行しようと決心することです。ライフさん、おはようございます。ソルジャーさん、おはようございます。この間ちょっとやりましたね、このシーソーですね。皆さん覚えてますか。肉を、これまたスマホが倒れてしまうんで難しいんです。肉を求めると、ね、肉を求めると、あ、肉をも求めると信仰が落ちて、ね、肉を殺すと、肉を殺すと信仰が、高くなります。シーソーですね。シーソーです。多くの人は肉を求めて、肉を求めるので信仰が強くなりません。肉を殺すと信仰が高くなります。シーソーですね。肉と霊はシーソーです。肉と霊はシーソーです。皆さんがこの放送に来て御言葉を聞くということは、肉が死んでいくということです。皆さんがこの放送でイエス様の教えを聞いて、もちろん実行した方がいいですね、実行することによって、皆さんに霊的なものが与えられて、肉が抑えられます。肉をコントロールできます。牧師がイスラム教過激派にいたという噂、そんなことはない、私はイスラム教になったことはありません。心配しないでください。キトさん、キリちゃん、おはようございます。運転しながら見ます。今日も皆さんの一日が良い一日でありますよ。親鸞聖人、よく親鸞ですよく知らないですね、仏教のことはあまり知らないです。狐さん、この世と調子を合わせると地獄に行くような気がします。そうですよ。この世は滅びます。この世の生き方、この世の価値観、この世と調子を合わせれば一緒に滅びます。一緒に滅んで地獄に来ます。ですから私たちはこの世から出なければなりません。この世から出るというのは、その
物理的に出るということではありません。この世から出るということは、この世と調子を合わせない、この世的な考え方をしない、この世の生き方をしない、イエス様の教えを守る生き方、イエス様の教えを守る生き方、神の国の中で生きる、クリスチャンの中で生きる、クリスチャンの中で生きる、それがですね、この世から離れる、この世から出るということですね。この世から出るということです。首の知らせは、そうですね、もうちょっとこう、脂肪がついた方がいいかもしれない。カトリックではありません。プロテスタントのカリスマ派です。その一環がチャージスクールですか。そうですね、チャージスクールはまさにこの世の教育ではない、教会の学校ということで、イエス様を教える学校、イエス様が教える学校、それがチャージスクールですね。タイさん、ローマの 12-2、 この世と調子を合わせてはいけません。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アメン。この世はですね、欲を求めてますから、神の御心を求めません。ですから、この世は滅んでしまいます。でも私たちは欲を求めるのではなく、神の御心を求め、神の言葉を求めます。神の言葉を聞いて守るものは幸いです。神の言葉を聞いて守るものは幸いです。皆さんは幸いです。皆さんは幸いです。皆さんは神の言葉を聞いて守っています。神の言葉を聞いて守っています。太郎さん、チャイスクールの授業は何教科あるんですか。全教科ですね。全教科。この間はですね、コンピューターのプログラミングを学びました。それからあとですね、何学んだかな、ですね、はい、いろいろ学びますよ。まゆちゃん、チャイスクールは純潔教育ですね。純潔教育、純潔教育をします。牧師は株やるんですか。やりません。株やります。体育の授業ですか。今はないですね。今ちょっと場所がなくて、ドローンの授業、まあドローンもですね、ちょっとやってみようかなと思ってますが、まだやってません。カトリックではありません。プロテスタントのカリスマ派ですね。プロテスタントのカリスマ派です。はい、それでは、もう少し行きましょうね。イエス様はおっしゃいました。ヨハネ14章でも言ってます。私を愛する者は私の言葉を守る。私を愛する者は私の命令を守るとおっしゃいました。私たちはイエス様を愛し、イエス様に従ってます。ならば、イエス様の言葉を守ります。皆さん考えてください。人間関係もそういうのはありませんか？人間関係もですね、何か約束を守るとか、その言われたことを忠実に実行するとか、人間関係もですね、その相手の言葉に対して責任を持って対応する、それが人間関係ではないでしょうか。約束を破ったり、なんか決まったことを守らなかったら、それは、人間関係成り立ちませんよね。だとしたら、神様との関係とは何でしょうか。神様との関係というのは、私たち、作られた人間が神の言葉を守ることですね。神の言葉を守る。太郎さん、ちゃんとした教育というのがイエス様の教育ですね。
子どもたちはちゃんとした教育を受ける権利があります。しかし公立学校ではちゃんとした教育をしていません、ね、ちゃんとした教育、それはイエス様の教育です。ヨッシーさん、教える資格はですね、イエス様のことをよく知ってる人が教える資格があります。イエス様の教えを知らない人は資格はありません。イエス様の教えを、よく知って教えることができる人に資格があります。太郎さん、その義務教育は間違ってるんですね。義務教育が進化論を教えたり、ヒューマニズムを教えたり、無神論を教えたり、義務教育が間違っているんです。日本の教育は行き詰まっているということは分からないんですか。日本の教育は行き詰まっています。キツネさん、この世にあって困難を耐えるのが辛いです。そうですね。でもキツネさん、信仰で歩めば、信仰で歩めば励ましを受けます、励ましを受けます。ヨハネ 14-21、 私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。皆さん、イエス様の戒めを守る、教えを守る、言葉を守る、皆さん、これが信仰です。これが信仰です。信仰とは何ですか。イエス様の言葉を聞いて守る、イエス様の言葉を保ち、イエス様の言葉で生きる、イエス様の言葉を実行する、それが信仰です。それが信仰です。神の御心は、神の御心は、神の御心を行う者を喜びます。神様が、皆さん考えてください。親はですね、親は子供が言うことを聞いてくれたら嬉しいと思いませんか。親の悩みは、子供が不従順なことですね。子供が言うことを聞かないと親は悩みます。小さな子供も大きな子供も親の言うことを聞いてくれたら親は喜びます。それと同じように私たちは神の言葉に従ったら、神の言葉を守ったら、神様は喜ばれるのです。それが信仰です。それが信仰です。ユウさん、義務教育を受けていたら今頃私は薬物を片手に銃を乱射しているところでした。アメン、アメン。太郎さん、団体生活、本当の社会性というのは隣人を自分のように愛してこそ本当の社会性なんです。そのただ団体生活させれば社会性が身につけるわけではありません。太郎さん、太郎さん、いじめの多い学校に社会性があると思いますか。いじめが多い、学校にですね、社会性はむしろかえってないわけです。太郎さん、分かってくださいね。公立学校には正しい教えをしていないということですね。隣人を自分のように愛するような教育をしていないということです。キツネさん、その通りです。富、権力、財、宝のために働くのは社会性ではないと思いました。はい、ジュンジュンさん、いってらっしゃい、いってらっしゃい。神様は、この地上にイエス様を送ってくれました。それは私たちに神の言葉を伝えるためですね。神の言葉を伝えるためです。私たちはイエス・キリストを信じて、
初めて神の言葉が分かるのです。イエス・キリストを信じなければ神の言葉を聞くことができない。イエス・キリストを信じなければ神の言葉を聞けないのです。イエス様の言葉が神の言葉なんです。なぜ日本に台風が多いんですか？悪霊天国だからですね。悪霊天国だから精霊の風によって日本の悪霊を追い出してほしいということですね。あやぽんさん、いいですよ、書いてもいいですよ。それではですね、はい、まゆみさん、また今度。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様の言葉を守るようになってきた。この世の考えではなく、この世の考えではなく、イエス様の教えに、を守って生きるようになった証。イエス様の教えを守って、幸せになってきた証。スタート、スタート、スタート。お兄さん、高級の十字架のペンダントが欲しいのは肉的ですか？まあいいでしょう、いいと思いますよ。太郎さん、逆ですよ、逆ですね。チャイスクールの子は人を許したり人を愛したりすることができるので、社会性がとてもあるのです。アジティさん、この世の幸せは偶像で、天国こそが喜びだと思いました。アメン。この世の幸せは偶像で、天国こそが喜び。その通りですね。モークさん、この放送でイエス様の御言葉を聞き、イエス様の教えを守ることができて本当に幸せです。まだ未熟なので失敗したり、完全体ではない時もありますが、悔い改め反省し、イエス様の愛に感謝し生きていきたいです。アメン。そうです、モーカさん、私たちは、完全を目指します。私たちは、不完全ですが、諦めないで、悔い改め続けてイエス様の教えを守り続けます。太郎さん、違います。太郎さん、違います。義務教育を受けたから牧師になったのではありません。そうではありません。ゆうさん、純潔です、純潔です。信仰結婚以外は純潔を保つ必要があります。そんな素晴らしい考えならなぜ他から認められないの？それはですね、多くの人はですね、罪をやめたくないんですね。多くの人は欲を求めてますから。欲を求めてる人は欲を捨てたくないのですね。欲を捨てたくないのです。私は神様を目指します。スリランさん、スラリンさん、私は神様を目指します。ケンゴさん、大丈夫です。ケンゴさん、日本の仕事はですね、ブラック化してます。日本の仕事はですね、精神を病みます。だから少し休んでください、休んでください。義務教育を受けたのは事実ですね。はい、義務教育を受けました。ごまちゃん、神様の教えに平和と幸せがあるのを知った。自分勝手に生きたら悪い結果になったので。その通りです。この世的な生き方をすれば悪い結果になります。悪い気は悪い実がなり、良い気は良い実がなります。
このような生き方は結果が悪くなります。しかし、イエス様に従うならば結果が良くなります。あやぽさん、彼を一切無視しましょうね。彼を無視しましょう。If you talk, I make you happy. これ嘘ですね。嘘です。あやぽさん、これ嘘です。嘘に騙されてはいけません。イエス様が言うなら正しいです。未信者が言うなら嘘ですね。幸せにするのはイエス様だけです。タイさん、イエス様を信じて肉の思いとの戦いに立ち、人を憎まなくなった。むしろ私も完全を目指します。アメン。モーカさん、朝は必ずお祈りします。ことあるごとにお祈りします。イエス様が守ってくださいます。私は失敗の多い人間ですが、私なりに一生懸命イエス様についていきたいと思います。アメン、アメン。ウニさん、一日中具合が悪くて横になったまま祈ることが多いですが、失礼ですか？いえいえ、大丈夫ですよ。横になって祈ってください。そしてイエス様がきっとウニさんを健康にしてくれます。まず、喜びましょう。ウニさん、イエス様がウニさんを愛し、イエス様はウニさんを祝福しています。ウニさんが喜ぶこと、感謝すること、そうするならば、元気になります。神の言葉を、イエス様の言葉を信じれば、イエス様の言葉が命です。イエス様の言葉が命です。元気になります。イエス様の言葉を聞くだけで元気になります。ライフさん、イエス様だけを信じて隣人愛をしてまいります。アメン。アヤポンさん、彼と関わるのではなく彼を伝道しましょう、ね、彼と距離を置いてただ伝道しましょう。伝道が難しければ距離を置きましょう。天国と宇宙、どっちが遠いのですか？宇宙の方が遠いみたいですよ。天国の方が遠いみたい。会社の人でもよく怒っている人がいるんですけど、あまり怒らない方がいいですよね。そうですね、祈ってあげてください。怒りの霊がなくなるように祈ってあげてください。太郎さん、サタンの教えを学んではいけません。サタンの声を聞くと苦しくなりますね。ネガティブっていうのはサタンの声ですね。皆さんがネガティブな思いを持つ、それはサタンの声がネガティブだから。多くの人はサタンの声を聞いて苦しんでます。サタンの声を聞いて苦しんでます。ですから皆さん、すべての人はイエス様の言葉を聞かなければなりません。はい、さきちゃん、はい、いらっしゃい。すべての人はイエス様の言葉を聞かなければなりません。イエス様の言葉を聞くと、生き返ると書いてあります。魂が生き返ります。しかし悪魔の言葉を聞くと、この世の言葉と言ったらいいでしょうか。この世の言葉を聞くと苦しくなります。多くの人はこの世の言葉を聞いて苦しがってます。ですから、皆さん、イエス様の言葉を聞きましょう。イエス様の言葉を聞いて守りましょう。それを実行しましょう。そうすれば幸せになります。イエス様の言葉を実行すれば幸せになります。神の言葉を聞いて、
守る者は幸いですとあります。神の言葉を聞いて守る者は幸い。皆さん、私たちは幸せになる方法を知ったのです。多くの人はお金を求め、欲を求め、幸せになりたいと思ってます。それはかえって逆に不幸になるんですね。本当に幸せになるのは、本当に幸せになるのはイエス様の言葉を聞いて守る、それが本当の幸せです。それでは今日の放送を聞いて、あ、そうだったのか、これからはイエス様の言葉を聞いて守ろう、イエス様の言葉を実行しよう、もうこの世の考え方を捨てよう、欲を求める生き方、お金を求める生き方を捨てて、イエス様の言葉を求め、聖霊様を求める人生を始めよう、イエス様に従って、自分の罪を悔い改め、欲を捨てて、欲を捨ててイエス様に従っていこう、イエス様の弟子になろう、そう思う方はアメン、アメン、アメン。ライフさん、信仰で健康になった方も実際におりますから、イエス様を信じてみてください。ウニさん、イエス様に従います、イエス様に従います。イエス様に従います。天のお父様、感謝します。以前は欲を求めてました、肉を求めてました。しかしそれは、間違いで、それは滅びの道でした。広い道でした。それは地獄に行く道でした。しかし今、私たちは、本当の命に至る道、本当に幸せになる道を知りました。それはイエス様の御言葉を聞いて守り実行する、イエス様に聞き従って、イエス様の教えを守る、神の言葉を守る、これがいかに大事かということが分かりました。神様の御心はそこです。神様は神に不従順ではなく、神に従順を求めています。多くの人は神に不従順に生きています。私たちは悔い改めて神様に従順になります。イエスキリストを通して、イエスキリストを通して神様に聞き従います。私たちの罪を許してください。全身全霊でイエス様に従えるように、心からイエス様に従えるように、私たちに従順の心、イエス様を愛する心をください。御言葉を理解し、それを守る勇気、世の中と考え方が違ったとしても、世の中の人が迫害したとしても、嘲笑ったとしても、真理を生きる勇気、命を懸けて真理のうちを生きる勇気を与えてください。アーメンといった方々を祝福してください。祝福して、あなたの、油注ぎを与えてくださり、神の国の祝福を与えてください。喜びを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、私たちは学んでいます。だんだん分かってきました。皆さんは成長しています。神の言葉が詳しく分かってきました。皆さん、どうするべきか、もう自分で判断できると思います。御言葉によって正しい考え方、正しい生き方を自分で判断できると思います。皆さんが、信仰によって成長して大人になってほしいのです。信仰の大人になってほしいのです。サタンに騙されないで、サタンに惑わされないで、しっかり神の言葉を守って強く生きてほしいのです。はい、あやさん、おはようございます。それでは今日の夜7時にまたお会いしましょう。また皆さん、いい証しを教えてください。それでは良い一日を。シャロームありがとうございました。
良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。